ネトフェンは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のジーゲン・ビトゲンシュタイン郡に、属する規模都市である。ネトフェンの宿ゾネトフェンは、ロタール山地南西のジーガーラントに位置しており、北東の市境は、ビトゲンシュタイナーラントに接する。ネトフェンの中核宿は、ジーゲン内市街から北東に、約 6.5km の距離にある。地域には、 数多くの尾根や谷がある。いくつかの宿は、ザウアーラントロタール山地自然公園の南部に一致している。ネトフェンをジーク川が流れている。市内を流れる大きな川は、ベルテンバッハ川、その支流のガイアースグルントバッハ川、ネトフェ川、オーベルナウ川、ドライバッハ川がある。オーベルナウタールゼキは、ヒルヒエンバッハ近郊のブライテンバッハタールゼキに次ぐ。 ジーゲン・ウィトゲンシュタイン水理同盟が運営する第二の赤止め湖であり、同時に近郊保養地でもある。ネトフェン市内にはジーク川の水源、ラーンホーフ近郊のラーン川の水源、ジーク川水源から数キロメートル北西のエーダー、川水源がある。ネトフェンの地域の大部分がロタール山地、またはジーガーラントからロタール山地へ続く丘陵地である。 市内の最も高い山は、海抜675.9メートルのオーベルステ、変及びアークトベルクである。ネトヘン地方の高い山のほとんどは、アイゼン通りの左右にある。この他のネトヘンの特筆すべき山としては、ゼーラー、ハーフェンハイン、アルテベルク、ハイネンベルクがある。ネトヘンは、北は、ヒルヒエンバッハ、北東は、エルンテブルック、東は、バートラースフェ、南東は、 ディーツ・ヘルツタール、南はハイガー及びビルンスドルフ、南西から西はジンゲン、北西はクロイツタールと境を接している。ディーツ・ヘルツタールとハイガーはヘッセンシューラーンディル軍、他はジーゲン・ウィトゲンシュタイン軍に属す。四区ネトフェンは21地区で構成されている。その一部はキューアムとネトフェンの一部であった。ネトフェン中核四区、 ネトフェン中核宿は、ネトフェン最大の宿である。高度、約283メートル、ニーダーネトフェン地域とオーバーネトフェン地域が、約10.66平方キロメートルに集まっている。人口は6104人である。ネトフェンには、オーバーネトフェンとニーダーネトフェンの2つのキャンパスを持つ、ネトフェン基礎家庭学校、実家学校1校、義務ナジウム1校、市庁舎、屋外、 屋内プールを含むネトフェンレチャーパーク及びスケートリンクがある。見どころとしては、福音主義のマルティーニ教会、福音主義、カトリック共同の聖ペータースレーハイドウ、カトリックの聖マルティン教区教会、カトリックのクロイツベルクレーハなどがある。ネトフェンの気候は高度によって大きく異なっている。山にはまだ雪が残っているにもかかわらず、 市の中心部では春を謳歌することが珍しくない。高度が上がるにつれ、気温は急激に低下する。これは特に冬に顕著である。山和谷とでは気温が5摂氏6度変動する。逆転層が発生した場合には気温はしばしば低く、摂氏15度に達する。積雪量は高度によって、 谷では20から30センチメートル、山では70センチメートルほどまで変化する。メテオメディア AG はネット編に完全自動化の速攻所を設けている。快晴で無風の夜には夏でも寒さを感じることがある。冷気が溜まりやすい盆地では気温が摂氏0度近くにまで冷え込む場合がある。メテオメディアが作成する朝の最低気温に基づく寒冷地のランキングリストに ネットフェンはたびたび登場する。しかし日中は通常通り暖かくなり、摂氏25度に達する。夏の森には気温は摂氏30度前後になる。年間降水量は市街地で約900ミリメートル、方園道と営林所付近では1350ミ、mm、リメートルほどであり、農業を著しく困難にしている。 集落後からラテーヌ時代の考古学的出土品が発掘されていることから、ここが紀元前500年頃の古い入植地であることが示された。中世のネトフェン周辺地域の最初の文献記録は11世紀にまで遡る。かつての人間群の大部分がそうであったように、ナッサウ効果がネトフェンの領主として記されている。1215年にハインケが ハインヒエン城を建設した。1239年のナッサウハクハインリヒ2世は、風神のフリードリヒ本ハインの誓願により、ネトフェン教会区の収入を、プレモントレ修道会、ケッペル女子修道院に移乗した。ニーダーネトフェン集落は1439年に、初めて文献に記録された。1590年7月28日に、 落雷によって、ネト編の境界塔が破壊された。ジーガーラント北東部、特に、イルムガル大平園周辺の名付け親は、ナッサウジーゲン白ヨハン7世で、その遺言により1621年にこの地域は、長男のヨハン8世のものとなった。1635年から1637年まで、ペストがこの地を襲った。1643年5月3日、 盗賊団のネトフェン襲撃の記録が提出されている。この襲撃で、集落は略奪され、大部分が破壊された。1742年に、ネトフェンは、他のラーンガー北岸地域がそうであったように、オラニエ家出身のディーツ公で、オランダ総督のビルヘルムカール・フリゾフォン・オラニエのものとなった。これにより、ナッサウジー原公領は、オランダの一部となった。ナポレオンはドイツに、 新たな両方ベルクタイ公国を創設し、ジーガーラントに変革をもたらした。しかし1813年に元に戻され、ネトフェンは再びオラニエ家の所領となった。1815年にオラニエ家はドイツ部分の所領を放棄し、ネトフェンは1816年にプロイセン王国領となった。1969年1月1日、自治体新設に伴い、 ネットフェンが成立した。1997年6月30日に、市の人口が2万5千人を超えた。2000年1月1日、ネットフェンは公式日誌となり、中規模軍都市に格付けられた。2014年8月15日から17日まで、パレードを伴うネットフェン775年祭が開催された。この祭典には約4万人が訪れた。ネットフェンには、 全体として、ローマイコールカトリック信者と福音主義信者がほぼ同数をおり、その比率は地区それぞれで異なっている。この他に市にはいくつかの自由協会がある、ドライスティーフェンマッハキリスト教会議、自由福音主義協会ネトフェン、ドイツ地区教団、ネトフェン町及び、ネトフェン市の人口水位ネトフェンの市議会は34、議席で構成されている。ズンガラ、青字と金字に、 上下に分割。上部は七つの金の粉が方形が散らされた中に直立し赤い爪と下で威嚇する金の獅子。下部は跳躍する赤い舌を出した黒い獅子。上部はナッサウの獅子である。跳躍するイノシシは現存する。最も古い1467年のジーガーラントの裁判員から取られた。このネトフェンのシンボルは、 イノシシが神々への供物として捧げられた愛嬌の当時、祭りにその起源を持つ。ネトフェン氏のこの紋章の使用は1937年8月17日にベストファー練習長官によって認可された。協力関係性マルティン協会世界初のガソリン駆動の乗り合いバス市内を南西から北東に走る B62 号線でこの町に到着することができる。 ドライスティーフェンバフ橋区には人間ンントシアウトバーニーへのインターチェンジがある。貨物交通には、かつて、イルムガル大比園からジーゲンバイデナウまでを結ぶ、軽便鉄道バイデナウバイデナウ線があった。この鉄道路線は2004年に廃止された。現在は、バルチェンイルレの工場間を結ぶ、引き込み線として運用されている。この他に、公共旅客交通は、 VGWS の路線バスがある。鉄道クロイツタールケルベ線が短い区間だけであるが市内北西部を通っている。ただし市内に駅はない。ネットフェンによれば1895年3月18日にネットフェンの乗り合いバス会社が世界初のガソリン駆動による乗り合いバスを開業した。国際航空路についてはネットフェンの南西に位置するブールバッハのーガーランと 空港を利用する。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。